ター睡眠になって気温が少し下がりました。現在27度、風は依然ほとんどない穏やかな競争水面です。これから準優勝戦ラストカード第11レースを行います。1号艇福岡の中辻隆人、2号艇広島の辻栄造、3号艇静岡の渡辺栄治、4号艇広島の横田茂、5号艇大阪の吉永則夫、6号艇香川の吉永康弘、以上6名による対戦。この11レース若松校舎が集っています。枠なりに作戦行動、インに入る1号艇の中辻隆人、1月から3月に続いて若松3連覇のかかる中辻、今回も堂々のトップ通過となっています。1号艇中辻の陰線に人気、2コースは2号艇辻栄造です。若松前回昨年の G1 まで4連続優出中です。2号艇辻、そして3コース3号艇渡辺が引っ張っていきました。角線に持ち出します。渡辺も4年前から来るたびにここ若松は優出しています。ここは3角線に持ち出しました。4号艇の横田茂が4コース、ここまで大崩れなく戦っています。5コース5号艇吉永則夫、当地は2年半ぶりながらもともと得意水面、大外から6号艇吉永康弘、2対4で1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。1番2番3番とうちの3艇スタート揃えて出ていきます。伸ばしていくのは1番2番、1枠逃げる1号艇の中辻、刺す2号艇の辻、外から3号艇の渡辺、先頭は1番2番の突破争いとなっています。スタートは前艇正常でした。逃げた1号艇中辻、刺した2号艇の辻、1番と2番この2人が抜け出しての突破争い、3番手は3番5番の接戦です。これから2マークの旋回、内側から先前は2号艇の辻、刺してくる1号艇の中辻、先頭争いは1号艇中辻がわずかに前です。アウト、食い下がる2号艇の辻栄造、その差一定心。3番手争いからは5号艇の吉永則夫が上がってきました。先頭2番手ほとんど下がりません。直線コース1号艇中津に必死で食い下がる2号艇の辻、2周1マーク先前は1号艇中津、刺していく2号艇辻は引き波にはまってしまいました。先頭はこの間に1号艇中津が大きくリードを取り、2番手2号艇の辻です。3番手は5号艇吉永則夫に迫る6号艇の吉永康弘、5番6番その差一定心まで詰まっています。2周2マーク、トップは1号艇中辻、続いて2号艇辻、そして3番手5号艇吉永則夫が先に行きます。6号艇吉永康弘、刺して続きますがここは届きません。3番手は5号艇の吉永則夫、上位3艇1番2番5番、後続は6号艇吉永康弘、3号艇渡辺栄治、4号艇横田茂。最後の1マーク、トップで1号艇中辻、続いて2号艇辻、3番手は5号艇の吉永則夫、上位3艇1番2番5番で最後のバックストレッチを構想中です。1、2、5の組み合わせ、3連単の図 7.2 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は接戦の末に1着ゴール、人気に応えます1号艇中辻隆人、2番手2号艇辻栄造、3番手は5号艇の吉永則夫です。1番2番5番の順に間もなくゴール、1番ゴリン、2番ゴリン、5番ゴリン、6番ゴリン、4番と3番、3番と4番は接戦で五輪。以上、前提五輪しました。